どうもシルクロードです。今日は一人だからね、自分で消さないと。やっぱつけよう。リプとかコメント欄とかでホラー多くないと、そういえば説明してなかったと思ってここで説明します。ちょっと早い時間にいつも通りの動画を上げて、夜が深まった頃ぐらいにホラーを上げるっていう、まあ総じてホラー習慣って今自分たちは呼んでるんですけど、てかまあ俺だけなんだけどね、俺はそう呼んでるんですけど、まあ俺はそう、俺でいいのか、あれ一人称俺だっけ、あ今俺ってたから俺だ、何を言ってんだ、一人称じゃねえや。自分自身でこう、まあ、ホラー習慣と呼んでるものがあるんですよ。あるんですよ。ダメだな、今日。ボロボロだな。寝よっかな。おやすみ。まあ、何の偶然か何の因果かよくわからないんですけど、昨日動画上がったね、コンドームチャレンジっていう動画を撮影してる最中にですね、ナホの家、その時はね、深夜1時だったかな。夜中なんですよ。ナホの家には、俺とナホとペケタンしかいなくて、それなのに撮影中に子供の声がちょっと聞こえるんですよ。室内から聞こえる音なんで、ダホの家に多分何かがいたんじゃないかと僕たちはそういう話になってます。その部分ね、実はね、昨日の動画ではカットしたんですけど、耳を澄ましてみてください。どうぞ。見て子羊じゃん。まああのグーってあのさ、前のめりになって、前のめりにこれ見てガシャドクロみたいな、なってないの、なってないの分かるんだけどさ、ポジションが悪いとそう見えるからさ、そう言われる。え、まあまあまあ、ちびっ子たちが騒ぐから。そう、ね、あ、水着かす、水着、誰ちびっ子たちって、いや見てる人ね。え、違うよ、怖い。いや違う、マジでマジで。え、は、え、ちょっとごめん、これ見えるから。そう言われる。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 それがあれば怖くねえんだ。それが回ってれば怖くねえから頼むから、マジで。今カメラに入ったかわかんないけど、この時間に子供いるわけないかんね。スマホ、タブレットは概要欄から。サブチャンネルもあるよ、ホームページもあるよ、ツイッターもあるよ、詳しくは概要欄から。毎日動画も出てるよ、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。